やー、朗報朗報。ちょっとね、エグゼクティブプロデューサーに伝えないと。あら、あれ、何してんのあいつ。すいません、すいません、すいません、俺の晩酌です。あ、大丈夫です。関係者の方ですよね、俺の晩酌の裏方の方ですよね。たまに俺の晩酌に出てる人ですよね。あ、間に合ってます。間に合ってないです。何ですか、間に合ってますって。変な勧誘です。あ、違います。え、ちょっとごめん、今忙しいから。え、何してんの。大宮の都市開発のどうしようかなって考えてんの。関係ない、関係ないって。いや、住民たちが住みやすいな家系ラーメンをどこに配置したらみんなが住みやすいかなって考えてんの。それはもう店が出す人側の考えで出してるから。みんなあれと、やっぱ改札の前に家系ラーメン作った方がええよね。あるから武蔵入れるし、武蔵屋があるから大丈夫やって。武蔵屋は赤やから、うん、青の看板の家系ラーメンを対照的に置いた方が見栄えええよね。あのね、家系ラーメンで見栄えは整わんと思うで、うん、何なの。お前はもう家の板橋の部屋の模様替えでも してなさいよ。板橋って言うな。板橋、正確に何ですか今日は。朗報ですよ。朗報、何かいうことあったん。 なんと、俺の晩酌、コラボ決まりました。え、コラボ、うん、YouTube コラボ。そういうこと。おい、でかしたな。初です。お前、え、ビッグチャンネルやろな。お前、稲垣チャンネルとかとちゃうやろな。稲垣チャンネル、そんなチャンネルはないです。登録者数54人の稲垣チャンネルとコラボちゃうやろな。そんなチャンネルはない。しっかりしたやつ。しっかりしたやつ。いや、そんなチャンネルはないってあんの。あんの。稲垣っていう僕ら同期の佐々木と伊佐子がやってる稲垣のチャンネルがあんの。ない。ないや、ないじゃなくてあるの。登録者数54人。じゃあないやんか。いや、やってんのよ。それお前ビッグチャンネルやろな。ビッグチャンネルですよ。え、誰。大の字さん。は、大先輩やん。超大先輩。お前東京吉本の、お前面白兄さん。面白兄さんどころじゃない、一番上やぞ、東京吉本の。もう伝説の漫才師やん。そうやで。え、コラボすんの、オリの晩酌は。します。おちょこまかせ。え、よかったやんけ。お前やったー、やりました。お前大の字さんって言ったら、お前こうですよ。ちょっともう一回やって。だい、もう一回やって。だい、いや何をしてんの、どこを取って。あさって空いてる。無理です。え、すいません。え、空いてないです。空いてへんの。はい。何があるの。家系ラーメン食べに行くんだ。うわ、しょうがない。なあ、エグゼクティブプロデューサー失格やろ、家系ラーメンで休んだら。そうか、家系か。いや、ちょっと俺無理やから、スケジュール的にそんな映っていいやつやったもちろん大の字さんのチャンネルも出るんよね、俺の晩酌と。出させていただいて、まあ、こちらのチャンネルも出ていただけるの。出ていただきます。お前、はい、みっともない企画できへんぞ。考えてきた俺、ちゃんと。え、あ、企画考えてきた。うん、大の字さんってさ、音楽詳しいやん。音楽詳しいね。だから、大の字、タモンズ阿部プレゼンツ、長渕のベスト5曲を決めよう。いらんて、折の晩酌。え、せっかく大谷さん野球詳しいねんか、他ないの。大谷さん中日ファンやから。中日ファン、バンテリンをいっぱい買って腰を治そう。あ、痛めてんのかよ大谷さん、そもそも。俺がやってるいや、お前の腰治療のチャンネル誰が見んねん。 あれやん、何、オリッポングランプリ。ああ、
オリッポングランプリね。大谷さんは中日ファンやから、うん、ドラッポンで。あ、ドラッポンでね。とオリッポンで。あ、いいよ。12球団勝たなあかんから、ま、ちょ負けるか。いや、俺経験あるからね。オリッポンこれで3回目の。あ、そっかそっかそっか。強みはあると思うんだよ。そか、大谷さんやっぱめちゃくちゃ面白い方ですけど、うん、中日を絡めることに関しては素人かもしれへんから。あのドラッポンの戦い方は知らんと思うのよね。なるほどね。あ、じゃあいいんじゃない、オリッポングランプリやってもらおうよ。やってもらおうか。うん、じゃあそれで、うん、私行ってきます。頑張ってこーい。オリッポングランプリ12球団制覇への道第3戦中日編。どうも、本日 MC を務めさせていただきます、どうも大野市のオチです。よろしくお願いいたします。そして、オリックスファン代表のこちら、はい、タモンズ阿部です。よろしくお願いします。交流戦優勝おめでとうございます。ありがとうございます。あ、いいですよ。もうすでにここからもう野球だから途中までね、ドラゴンズ優勝の可能性あったんですよ。はいはいはい。ドラゴンズファンは今年こそは交流戦優勝するぞっていう気持ちだったんですけど、うん、決戦もう完全にやられちゃいました、ね、悔しくて仕方ないです、ね、交流戦1戦目の時はあの中日投手陣すごいって思って、もうこれは三立て食らうんじゃないかなと思ってましたけども、勝っちゃいました。ホークスが今年ちょっと調子悪いと、はい、そこからってわけですよ。ドラゴンズが交流戦で頭叩いたんですよ。あ、珍しいですよ、ドラゴンズ。なるほど。そっから調子乗っちゃいまして、ほら、いけるぞみたいになったんですけど、後半失速しました。ご愁傷さまでございます。そんなドラゴンズ代表は大谷さんです。お願いします。お願いします。以前どこの球団ってあるんですか。今のところ巨人の根建さん。あー、出た。グローブちっちゃいやつですよ。草野球やったらね、クリームパンみたいなグローブできたやつですよ。囲碁将棋ね。広島カープでコマンダンテ安田。あー、安田も好きだもんな。カープ好きだもん。今のとこ僕の2勝0敗。なるほど。ちょっとこれはセリーグちょっと2組を、はい、私がちょっと帰り討ちでちょっと、ね、一緒に波を離さなきゃいけません。一心報うために今日は行きましょう、はい、よろしくお願いします。ではルールの方を説明させていただきます。出されるタモンズ阿部君、出される大喜利のすべてにオリックスを絡めて答えていく。はい。面白かったらオリッポン。はい。ね。そして大谷さん、はい、出される大喜利にすべて中日を絡めて回答してください。そういうことね。はい。で、面白ければドラッポン。ドラッポン。はい。ただ面白いだけの大喜利ではダメです。そんなジャッジをする私があまり野球知らないハンデも不安定ですよ、はい、フィーリングで大丈夫。フィーリングでね、大喜利の答えをまさかフィーリングでジャッジするとは思ってなかったです。わかりました。よろしくお願いします。はい、はい、それじゃあ、はい、第1問目いきたいと思います、はい、ダブルピースをしながら言うことか、何を言った。なるほど、ね、これ視聴者の皆様一緒にお考えください。これ面白いですね。はいはい、それじゃあ阿部君お願いします。ダブルピースをしながら言うことか、何を言った。イエーイ、17安打で3得点だぜ。事実です。これは7ポイント。ああ、7ポイントですね。ちょっと感じだね。すごいね。はい。あ、ではドラゴンズ大谷さん、ダブルピースをしながら言うことか、何を言った。ネオくん、ボンタでもベンチの帰り方が可愛い。もうね、ネオくん子供だと思ってる、自分の息子だと思ってるね。ドラゴンズファンは打ち取られても戻ってくる時の感じが可愛くてね、舌とか出すんですよ、手の。可愛いって言っちゃうんですよ。そんなボンダでテヘペロやられたら、もうやられたらもうダメですよ、うちは。あ、でも9ポイント。あ、いい、よっしゃ、ちょっと調子ってきたぞ。あ、でもまだね、ドラッポン、オリッポン出る可能性ありますから。はいはい、それでは阿部君、ダブルピースをしながら言うことか、何を言った。2勝2敗は御の字だぜ。オリッポン。あ、やった。やった。
いいですね。2勝2敗だから。2勝2敗おんのしたぜ。ありそうだな。はい、はい、あ、おたえさん、ダブルピースをしながら言うことか。何を言った。中日ドラゴンズ攻撃の時にノーアウト満塁になった時に、一斉にツイッターのドラゴンズファンが大ピンチだった。ドラポン。あー、これあるな。オリックスにもあるな。ありますよね。点が入らないイメージしかないんで。あるなー。ダメしやすい。大ピンチ、大ピンチ。感情と動きのもうよくわかんないことになってますけど。じゃあ次の問題いきますか。はい、はい、はい。お前を蝋人形にしてやろうか、的なことを言って怖がらせてください。怖いな。お前を蝋人形にしてやろうか、的なことを言って怖がらせてください。これで僕からいきます。はい、あんま自信ないで、はい、はい、お前を蝋人形にしてやろうか、的なことを言って怖がらせてください。お前に与田監督から肩パン食らわせた。絶対骨折しますよ。与田監督すごいんですよ。すごいんです、本当に。もうプロ野球の歴史上ナンバーワンの肩幅なので、やっぱあれが一気に来ちゃったなっていう。なるほど。ドランポン、ありがとうございます。やべ、よっしゃ、調子いいぞ。じゃあ、はい、阿部君、はい、お前を蝋人形にしてやろうか、的なことを言って怖がらせてください。お前を鷹の祭典のライトスタンドに一人にしてやろう。感覚があったんだね。あ、フォークスの、フォークスのね、ライトスタンド応援団に一人でさせるって、はい、めちゃめちゃ怖いよね。四面楚歌ですよ。誰どこ向いてただでさえ向こう多いんですよ。あ、よく行くよね、鷹の祭典でね。でもね、次に近い。今9ポイント。お前を蝋人形にしてやろうか、的なこと言って怖がらせてください。わかりました。じゃあ、動きます。はい、はい、じゃあ、おでさん。お前を蝋人形にしてやろうか、的なことを言って怖がらせてください。二軍でいくら打っても、一軍上がったらダイソー専門で使おうか。ドラゴンズですね。これドラゴンズなんですよ。ドラゴンズだ、それ。二軍ってすっげえ打って一軍上げたら、なぜかダイソーでしか使わない。めちゃめちゃ怖いよね。めちゃめちゃ怖い。俺やだ。なんだ。一軍やっと。せめてダイヤで使ってほしいですよね。じゃあバッターボックスにも立たせないですよ。ダイソーだもんね。ダイソーなんですよ。ダイソーでしか使わない。お前もダイソーにしてやろうか。あの肩幅が言うんですよ。お前もダイソーだけで使ってやろうか。俺めっちゃ打って上がってきたのに。9ポイント。ありがとうございます。はい。言います。お前を蝋人形にしてやろうか、的なことを言って怖がらせてください。お前をブーマーとハイタッチで脱臼させてやる。カドタや。カドタさ。個人ですよ。歴史に残る名シーンですよ。ハイタッチして脱臼する。どっちがいけないんだろう。ブーマーが力強すぎたから、加藤さんの肩が弱すぎた。でもそれ、結果それ知ってるから嫌だよね。オリンポーン。よっしゃー。2ポイント。はい、いきます。令和版、隣の芝生は青い。を教えてください。要はだから令和版、隣の芝生は青い、令和版なのか野球版でもいいですよね。僕からいきます。はい、それではお手さん、令和版、隣の芝生は青いを教えてください。名古屋なのに阪神ファン多い。まあ、どこでもそうですよね、阪神は。そうです。めちゃくちゃ多いですよ。めちゃめちゃ多いです、ね。はい。だってなかなか阪神が勝つとですね、あの球場周りから帰んないんですよ。すげえ怖いですよ。確かに。はい、8ポイント。はい。はい。じゃあ、阿部君。令和版、隣の芝生は青いを教えてください。
ホークスの下位打線はちゃんとバントできる。バントできない。オリックスできないから、こういうことは。細かいことは。細かいことはできない。オリックス。細かいことはできます。あー、キーポイント。いいね、野球のこと聞いた後だから余計楽しいですよね、これ。はい、はい、それでは行きましょう、阿部くん。令和版、隣の芝生は青いを教えてください。3年で2回監督交代するチームはないらしい。おりおりおり。9ポイント。あ、やべえ。いやー、面白かったですよ。隣の芝生だよね。ちょっと意味合い違う。はい、じゃあじゃあお姉さん、令和版、隣の芝生は青いを教えてください。応援のお菓子にお前がっていうのを禁止しましたけど、祖父江投手の出囃子、空船の数の中に思いっきりお前って出てきました。そうなんだよ。あれだけ禁止したのに。言っちゃいけないんだけど、この船のお前がここからなんだみたいな歌詞が出てくるんで、いや出てるやんって。みんなライトスタートでお前出てるよって。歌いながらみんな気づくんですよね。お前って言ってるよ俺ら。あー、9ポイント、ありがとうございます。問題変えましょうか。はい、はいはい、じゃあ行きましょう。こいつ、俺のことバカにしてる。福屋の店員にイラついた言葉を。何、福屋の店員、洋服屋さんの店員って。こいつ、俺のことバカにしてる。俺に野球を絡めるっていう。すごい、すごいですよこれ。すごい難易度高い問題ですよ。こいつ、俺のことバカにしてる。洋服屋さんのね、店員にイラついた言葉を。はい、はい、お店さん、こいつ俺のことバカにしてる。洋服屋の店員にイラついた言葉は。これオーダーメイドでスーツを作りたんですけど、うん、この方は与田さんの反応じゃない。いじってきてます。いじって。もう反応しない。与田推しが。与田さん強いわ。与田強いですね、与田さん。ただやっぱね、与田さんね、肩幅いじられるの一番嫌だ。これ YouTube 見てほしいですよ。この動画、正直。この動画正直怖いっすよ。怖いですよ。どっかで会った時に。めっちゃいじってくれたよね。あの、岸田の先輩ですから。はいはいはい、岸田に聞いたんですけど、伝説の一番怖い人。怖っ。怖っ。あー、9ポイント。ありがとうございます。はい。あー、めっちゃ。こいつ、俺のことバカにしてる？洋服屋の店員にイラついた言葉は。お客さんの服、背中なのに胸って書いてある。オリンポワー。すいません。はい、じゃあお姉さん、店員さんに。はい、店員さんに、こいつ俺のことバカにしてる。業界の店員にイラついた言葉は。お客さんの服の着こなし、何年か前のサンデーユニフォームみたいですね。ドラゴンズが1回だけ3で日曜日に袖なしユニフォームやったことあるんですよ。袖なしでしかも色赤にして、これがね、ほんとにひどいユニフォームだっせー。これは面白いですよ。これは、これはこれでドラゴン、お願いします。だから今3-3。いやどうします、もう一問のあるんだったら行きましょうか。最後お題一応変えましょうか。お題変えますか。はい、お問目いきます。タタ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 のリズムで思いやりのあることを言ってください。思いやりのあることを言って、タタ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 に合わせて。野球ファンは面白いよねこれ。おじさん、本当にわけ分かってます。いや、面白い。いや、俺も知ってる情報だった。結構聞いてるから。はい、じゃあ僕からいきます。はい、タタ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 のリズムで思いやりのあることを言ってください。ビシエのイカダで亡命。ビシエはですね、キューバからアメリカに亡命した時、自分で使ったいかだで亡命したんですよ。思いやりあるな。思いやりあるな。泣けちゃいますよね。これこのエピソード僕は泣けると思うんですよ。思いやりしかないメロディーですね、これ。ドラッポン、ドラッポンまで行かない。9ポイント。あー、
悔しい。あ、面白い。さあ、ここでもう阿部君の答え。はい。はい、阿部君、お願いします。タタ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 タのリズムで思いやりのあること言ってください。宮城の贅沢、2万のパーカー。昔貧乏だったから。上限が2万なんですよ。宮城の贅沢。あー、オリポーン。くそー。いや、いい勝負でした。宮城が、いないの、宮城が。宮城がね、これね、やっぱ僕もね、あの、僕のチャンネルでやっぱ宮城の話聞いてたんで、そうですね、トークで振りを作っといて回収してくれましたね。そう、まさかの2万のパーカー。2万のパーカーが最近買った一番の贅沢です。もう泣けちゃうよ。いやいや、イオンで食べるちゃんぽん出したかったっすよ。もやけてらっしゃる。これやっぱオリックス、オリックスね。オリッポに入っちゃうんで。オリッポに、結果オリッポに入っちゃうんで、ね、ちょっと出せなかったっすよ。あー、面白い。ということで、優勝は、オリッポン、オリックス。これ12連勝してもらわないと。これそうですね。12連勝します。いやー、面白かった。これ野球知らなくてもね、面白いですよ、これ。なんかちょっとググりたくもなるし。これだからもう T シャツ作りたいですもん。PCL がいかがでもオープンした T シャツ作りたいですもん。悲しいけど。本当にまだ9が呼ばれてないですか。あ、そうだね。そうだよね。だから名古屋が自分の実家だって。入ってんだよね。でも今年で一応契約切れるんですよ。あ、じゃあ早速僕のラジオのジャイアンツファンから来年は東京一人暮らしで出たいらっしゃいますよね、道枝さんと。アップかましてくるんですよ。単身赴任もどうですか。単身赴任しますか。どうですかって。うちの方はホテルも用意しますんで。うわー、道枝さんだって本当普通にもうお子さんとか通ってるでしょ。お子さんは大須の少年野球チームで、もうメンバーで、で、要は一回契約が切れそうな前だった時にお別れ会をみんなしたぐらい、バーベキューパーティーも頻繁にやって近所の人たちを呼んで街に溶け込んですよ。愛されてる。いや、キューバはやっぱイカダで出てきた男ですから、キューバには帰れない。アメリカにその思い出がないようにしてる。なんで名古屋が自分にとっての古さの国じゃないかって李氏は言ってくれてるんですけど、ジャイアンツはそんなこと感じないです。楽しみになるいかがですか。お家は、お家は名古屋で結構なのでって。はい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 。西野さん、体一つで。いやー、オリックス、でもこの宮城のね、話を聞いてきましたから。そうなんだよね。しかも2万なんだ。2万です。あんだけ稼いでて。やっぱ2万払うとき、ぶれんだろうね。契約金もらった直後に抜けましたから。これは裏切らない、好きになるよ、みんなね。悔しい。面白かったということで、はい、はい、オリッポングランプリ12球団制覇の道でした。ありがとうございました。